はーい、おはようございます。沖縄は小川でございます。はい、えー、なんかね、えー、普段ね、えー、まあ、備蓄のことを言わないあ配信者さんもお、ちょっと言い出してきましたね、食料の危機のことをね。はい、えー、まあ、まあね、そういうことなんでしょう。はい。ということで、えー、昨日はね、ちょっと用事があって、えー、まあ、いろいろとね、えー、用しに行ってきたんですけど、 はい。え、備蓄を買いに行ったんではありません。ちなみに。はい。えー、まあ、なんていうのかな。あ知り合いにね、えー、わかってもらいました。はい。備蓄をする大事さを。はい。まあ、あの、説明の仕方なんだなと思います。これも。はい。えー、まあ、どう説明したかっていうとね、えー、まあ、日本ではね、ちょっと報道されてないんだけど、えー、国連がね、 ある発表したの知ってますかって聞いたんですよ、まず。はい。そしたら、え、何何何,何って言うんで、いやね、今年はね、ほら、あの、例のね、戦いがあったじゃないって。でね、えー、そこの戦いって、あのー、戦いのやってるところってね、えー、小麦ですね。小麦の30%、世界セアのね、30%をね、生産してるんだよね。で、取れなくなってるんだよね、それがね。 っていう話をしてああそうなのっていう感じなんですけどそれでそういう感じの反応をするんですけどだいたいねそれでね国連なんて言ったと思うって聞いてみるんですよそしたらえな、何言ったのわかんないとか言うんですよねそうする、そしたらいや今年はね、えー、飢餓になる国がね、えー、いくつか出てくるって言ってるんだよねって でもね、ちょっと怖いことに来年になったらね、全世界が飢餓になって地獄のようになるって言ってたんだよって言ったらね、まあ本当の話ですからこれね。本当の話ですから。はい。そしたら、えって驚いて、えー、まあ考えてみてよって言ったんですよ。考えてみてよって。まあ小麦が取れなくなるよねって。で今ね、雨あのー、日本の 小麦粉の輸入先って大体アメリカなんだけど、まあ国産もあるけどね。でもまあ、2割ぐらいなんだよね、国産ってっていう話をして。で、その70%のね、小麦は海外から来てるわけなんだけどね。 えー、70、80はね。えー、そこの主な産地ってアメリカなんだけど、今年アメリカ干ばつでね、小麦が全然ダメなんだってっていう話をするんですよ。そしたら、えー、そうなんだ、小麦食べらんないんだねっていう話をする。そういう話になってきますよね、当然。はい。えー、そうしたらね、えー、じゃあね、 小麦以外のものって大丈夫だと思うっていう話を逆にこう振ってみるんですよ。そうすると、うーん、国内で作ってるのだったら大丈夫なんじゃないかなっていう話になるんですよね。で、私が、でもね、小麦をね、もしね、えー、入ってこなくなって、えー、小麦がね、入ってこなくなって、えー、まあ、食べられなくな,っとなるとするよね。そしたらね、当然のことなんだけど、 需要が全部お米に行くよねっていう話をするんですよ。そしたら、ああ、そうだよねっていう反応になりますよね。小麦粉を使ってたところを小麦粉を使うとか、当然そうなってくるよねっていう話をするんですよ。そうするとどうなると思うってききき聞くんですね。そしたら、えって表情するんですよ。米今の価格で買えると思うって。需要が増えれば、 供給同じなのに、供給量が同じなのにね、需要が増え、増えたら、そりゃ上がるよねっていう話をするんですよ。そうすると、ああって言って、だからね、お米だけは備蓄した方がいいよって結論付けるんですよ。それもね、えー、長期間の備蓄が必要だよ。どうしてかっていうとね、外国から多分入ってこないのは、 多分、一年、一年、一年ね、あの、もし、例のね、戦いとか、干ばつでね、やられて一年入ってこなくても、次の年、もし、植えたとしてもね、植えたとしても、その年には入ってこないでしょうっていう話するんですよ。そうすると、あ、本当だっていうのね、そこまで考えてないんですね、皆さん。はい。なので、お米はね、 1,2年の備蓄はあった方がいいよっていう話をするの。お米ね、1,2年、あの、買って1買っ、一人食べたとしても全部をね、お米に変えてね、多分50キロ、60キロぐらいしか買えん、あの、食べないから、1万か2万ぐらいで済んじゃうんだよね、って1年分買ったとしてもっていう話をすると、あ、買っとかなきゃってなるんですよ。そういうふうにね、話を持っていけば、 あ、こいつまともなこと言ってるなって思ってくれるんですよね。うん。まあ、国連の話は本当のことなんでね。あのー、そういうのを引き合いに出さないとお、ちょっとあれかもしれないです。でも、あのー、大体いいね、その、例のね、戦いの件で、えー、小麦のね、世界的な生産地がダメになってるっていうことと、アメちゃんがね、 干ばつで小麦が今取れなくなっているそういう状況だっていうことを知らせたら、ああってみんなうなずくんですよ。はい。そういうことです。なので、えー、人にね、えー、どうして、えー、このね、備蓄が必要なのか説明するときに、相手に考えさせるようなね、質問をたくさん投げかけると、うまくいく場合が多いです。 私、これで話してね、ほとんど外したことありません。はい。あのー、そういうことなんですよ。なので、順調だってね、相手に考えさせるように、えー、こうだったらどうなるとかね、えー、聞いてみるんですよ。そしたらちょっと考えるんですよね。はい。そういうことなんです。はい。もちろんね、あのー、 そういうことが起きないのは一番いいですけど、現状から考えてね、それはまあ不可能なんで、はい。えー、とんでもない事態、事態になってますのでね。なのでね、まあ主食があればね、なんとかなりますから人間。はい。そういうことでございます。はい。えー、おかずにね、そこら辺に生えてるね、草取ってきてね、おかずにしてもいいですしね。はい。あの、食べられるものたくさんありますしね。えー、野草でも。はい。まあそういうことです。 えー、なのでね、えー、なんて言うのかな。微粛不は、まあ私は主食だけでいいと思ってます。はい。えー、まあ、できたらね、まあ、タンパク質ね。えー、大豆とかね。大豆タンパクとかね。そういうものがあれば、なおいいです。ああいうのは、あの、保存効きますからね。はい。特に、あの、ね、えー、そういうことでございます。なので、ね、まあ、人に説明するときは、そういうふうに細かく順序立てて、 えー、相手に質問するような形でね、えー、なんて言うのかな、えー、言った方が相手が納得します。はい、それで相手も、あのー、備蓄の重要性に気づいてくれます。えー、まあ、そういうことですね。えー、多くの人がね、えー 話したけど全然ダメ聞く、聞く耳持たないっていう風に言われる方多いんですけど、多分あの順番とかね、話す順番とか、あと、何て言うのかな、人に考えさせるような質問を投げかける。はい。これをするだけで、だいぶあのー、結果が違ってくると思います。はい。ぜひ皆さんね、えー、これから試される方はあ、試してみてください。はい。 えー、それでは朝の配信長くなってしまいましたけど、そういう結構あのコメント欄にね、書いてる方が多かったのでね、ちょっと自分のやっている事例をお話ししました。はい。それでは皆さん今日も楽しく一日を過ごしましょう。沖縄おばばでした。